はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。 M 様、小林様、山彦マスター様、山根様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。明日6月18日 NHK ネット聴衆反対デモ来てね。集合場所や時間など詳しいことは動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらをご覧ください。晴れで今日よりちょっと一度涼しいみたいです。もしくは今日と同じぐらい。私はノータイワイシャツで、つまりこの格好で行こうかと思っております。あと腕章してね。支部長さんも無理してですね白ジャンバー着てこなくてええで、暑いから。7月1日は池袋で政策報告会をやります。こちらにもいらしてください。内容は質疑応答がメインになります。これはどう考えてるんですかとか、こういう風にやったらどうですかみたいな、ご意見ご質問受け付けますんでよろしくお願いいたします。6月16日衆院本会議、立憲が出した内閣不信任案を普通に否決あったな、そういえば。そんなのあったな。昨日のうちに出して、昨日出して昨日否決されたのか。賛成はいつもの特定野党、つまり共産、立憲、社民、令和、それ以外は反対と一般反応。何の意味があったのかファンサービス、仕事しているふり、期末になると出すだけの恒例行事。昔は野党の殿下の宝刀って言われてたのにね。そんな言われてたんだ、知んなかった解散がないから安心して提出できたんだろうな。もし解散になったら不意打ちと批判するクズの集まり。あと大義のない解散とかもよく言うよあいつら。全野党が不信任に賛成しないようでは無意味。立憲共産党の絆を再確認するための儀式。マスコミ向けのパフォーマンスと。殿下の宝刀って死んねかった。昭和はテレビの言いたい放題でネットで検証できなかったからそう思わされてたでしょうね。そう思わされてたんでしょうね。どうってことで願ったのに。どうってことねえよあんなの、なんて自民党議員の言葉は全国に広まるわけもなく、不信任案出さないと承知しないバカパヨ支持者が多いんでしょうね。つうかバカパヨ支持者、不信任案を出さないと承知できないようなバカパヨ支持者しか残ってないんでしょうね。私議長だったらですね、出された瞬間に間髪入れず採決すんな。で、否決だな。そうすれば、報道はですね、不信任案提出で終わらずに、提出、否決ってなるんで、全くの無駄って大体わかるじゃないですか。難民申請も秒で却下するやつね、諦めんでしょう。1年も2年もかけてねえでさ、法を変えなくても、運用で大きな違いが出せるのになぜやらない、いう疑問がありますね。なぜ岸田総理が党内に亀裂を生じさせてまで LGBT 法をご利用ししたのか、ネットで議連になっておりました。岸田総理は周囲にノーベル平和賞をそそのかされその気になった。取れるわけねえだろうめが。サミットで出来もしない核廃絶を訴えるためにアメリカに媚びに媚びた。アメリカ民主党が推してる LGBT 法案をサミット前に国会提出した。全てはアメリカに媚びるため。核兵器廃絶って言って一番へそ曲げるのがアメリカでしょうから。サミット後公明党と選挙区をめぐってギクシャクしたので機嫌を取るために LGBT 法案を成立させた。 LGBT 法が成立した直後、自公は選挙協力合意書を取り交わしたと。だったら何、アメリカと公明党のせいっていうか、なんでその他者にたやすく操られんだ。そんなね、あっちにフラフラこっちにフラフラってタコみてえにさ、これらが事実に近いすると大失敗だねえの岸田総理。保守層が自民に絶望した。かくいう私もその一人。党内保守派が退席や棄権、亀裂が入った。今後理解増進事業をやらなくてはいけなくなった。地方自治体が混乱する。元から人望なくてですね、無難だからとか担ぎやすいからとか操りやすいからで総裁になったのにね。次の選挙で自民がどんだけ減らすか見ものですわ。一部ネトウヨが騒いでるだけの、ネトウヨが
どんだけ数いっか、まあ、バカにしてっからね。古谷だっけ言ったの。古谷、刑事、議員、あいつ、そうだったのか LGBT なんて本書いちゃって、それ、全国に売ること考えやがって、あと、元凶、元凶の公明党も減らさないと、子や孫が心配であります。公明党、共産党、立憲、減らさないと、子や孫が心配であります。目撃者から画像提供ありました。渋谷ハチ公前、パヨ活動、キリスト社って一体何なの？キリスト社、平和ネットワークとか書いてあるんだけど、で、キリストを名乗ってんのに、なぜかいるやつはチベット僧侶。お前ら宗教バカにしてんのかっていう感じなんですけれども、社ってなんで、社って。キリスト信者じゃねえのか。信じてねえから、ただ名前語ってるだけだから、信者とは名乗れないのか。なんか、キリスト社って言葉で、ごまかしてる。格好もなんか、アマゾンにこういうの売ってました。ああ、4000円ぐらいで。僧侶のコスプレ衣装、アマゾン。検索したらですね、キリスト社ネットっていうのは、西早稲田2丁目界隈と、シールズ奥田の父親、あいつも牧師なんですよね。と、反転連と関係が深いとこでした。あとですね、赤旗が取材来てたんで、もちろん共産党も仲良しですね。これね、前々から連絡もらってないと、いけっこねえから、発見できねえからね。つうか、赤旗側はですね、記事のネタにすっから、やってくんね？って、やらせた、疑惑すらある。岸田軍閣で戦争を強制するな、とか、なんか白い横断幕に書いてあるんですけれども、守り固めたら、攻められなくなるのに、攻めにくくなれるのに、侵略されにくくなって、戦争から遠ざかれるのでは、それがなんで戦争強制になるのか、全くの意味不明。全くの意味不明。パヨ語に翻訳すと意味通るようになるのか、それとも言ってないだけで、主語は人民軍なのか、やはりパヨとの対話や交渉は不可能。連中は二言目には話し合いでとか言ってくるけど、これほど言語が違っていては無理であります。何にしてもですね、宗教を語るこいつら、チベット僧侶の格好でキリスト者って名乗るっていう。こいつらね、宗教を馬鹿にしてから、きついきつい天罰が下りますように、両陣営から。キリストからも、仏様からも、罰が当たりますように。パヨンはバカみたいで、意味不明で、無様で汚いのは、世間に比例渡った、広く知れ渡った事実ですが、共産党、天皇制廃止、絶対しません。チラシ作成。一般判断。信じられっか。見えすぎた嘘つくな。はぁ、あ、はぁはぁ、ご冗談を。それより共産主義の非合法化を。存続危機で、なりふり構わなくなってきたなぁ。廃止しませんが、処刑はします。続けるかなくすかは、あくまで、憲法に基づいて国民の総意に委ねる。共産党は権力を持てば、そんな約束は反故にされる。代表選手ないんですか？パヨデモに参加している高齢者の惨めな服装を見ると、絞り取られてて、かわいそうになってくるわ。まあ、赤旗台だの、頭皮だの、絞り取られてて、それがみんな不破鉄造の豪邸になって、シーカゾーなんか、ピアノ弾くためだけのマンションの部屋持ってるそうであります。結論、嘘です。天皇制廃止絶対しません。は、嘘です。党の考慮にですね、人は平等なんだから皇室廃止って思いっきりね、何十年も、明記してあるじゃんか。共産党が嘘つきな理由、権力を握った暁には、騙したなっていう人は始末すればいいと思っているから、国民の総意に従いますって言うけど、共産党が与党になったらですね、選挙なくなるよ。国民投票もなくなってですね、ある日突然、国民の総意で皇室廃止としますって発表ある。で、文句垂れると、始末される。イラネチ系開発者のね、かけや教授、助教授、筑波大の助教授も、なぜ左翼中核層には良心がないのか。中核層っていうのは、その幹部ども、末端で駅で救助のチラシ配ってるような、哀れな、搾取対象、家畜さんじゃなくて、寄稿してました。権力を握ってしまえば、あとはどうにでもなるって考えてるから、
幹部左翼は良心がないし嘘も平気、まあ同感です。パヨデモ高齢者の惨めな服装、かわいそう。これは搾取の結果ではないような気がすんな。私の持論なんですけれども、バカで幼稚、それゆえ不遇、不遇だとパヨる。不遇っていうのは貧乏であったりモテなかったりなんか健康に恵まれなかったり、それはバカで幼稚とは関係ないか、バカで幼稚がゆえに不遇、貧乏、なので惨めな服装はもともと不遇だからもともと貧乏だからなぜ貧乏かというとバカで幼稚だからということも考えられるな。共産党はですね、自分らの客層を考えてですね、バカで幼稚、それゆえ不遇な連中にですね、革命が成功すれば逆転できるぞ、って夢与えて釣ってるんですかね。たとえ革命が成功してもよ、バカで幼稚だとそんなまで出世できるわけもなく、なんぼ貢献したなんつったって、バカで幼稚なんだからさほど貢献もできてねえだろ。せいぜい駅前でチラシ配ったり暑い中、汗だらだらかいて、そんなことしかできないし、革命成功後もその中でのし上がれるわけがない。バカで幼稚なんだから。内田なんて読むのこれ、誰なんだ。五軒派集会はどこも平均年齢70歳超えですこれ公民館とかでやってたらその部屋加齢臭がすごそうですね。昨日は若い人たちになぜ戦争の加害責任に背を向けるのかと話しました。笑われました。一般判です。生まれる前のこと言われても嘲笑されてんだよ。言わせんな。責任取りたいならお前らで取れ。現実から目を背けてるのは、背を向けてるのはお前らだろ。若い人は戦争してねえし、むしろ北朝鮮に攻撃されている。次は勝たないとな。もう80年だぞ、しつこいって。9条のメリットは何一つ思いつかない。テレビ新聞パヨ、もうすぐ終わる。五軒イコール戦争反対がそもそもおかしい。若い人に押し付けないで、加害責任はお前が背負えよ、背負えよ。つまりパヨは時代に取り残されたバカと。賢い若者にですね、何言ってんだこいつって嘲笑されてんですよね。岸田大軍拡で戦争を強制するな、なんでそうなんだ。どうして、かえって守り固めれば戦争から遠ざかれるよな、何言ってんのこの人らって嘲笑されてんでしょうね。まあ間違いない、それは間違いない。今の若者は大東亜戦争の発生にも推移にも敗戦にも何も責任ないんだからさ、影も形もなかったんだから、なんでパヨはそんな若者に責任背負わせたいんだって話。そんなね、責任背負って謝りたきゃ勝手にお前らで謝ってるべきじゃんね。賠償したきゃね、自分の財布でやれっつうの。加害責任って言うけどそれも違いますからね、嘘ですからね。石油輸入路を、まあ回路ですね、シーレーンを封鎖されたので、それを破るためにフィリピンに行ったら米軍がいたのでぶちのめしました。インドに行ったら英軍がいたのでぶちのめしました。インドネシアに行ったらオランダ軍がいたのでぶちのめしました。ベトナム行ったらフランス軍がいたんでぶちのめしました。満州国を建国したら中華民国軍が攻めてきたんでもちろんぶちのめしました。っていうのが大東亜戦争ですから。大日本帝国ね、防衛行動しかしてねえし、してねえし、全然ね、自分の身を守るため座して死を待つなんてことはできなかったってだけで、朝鮮半島なんかいらんかったのに大韓帝国がですね、ジャンピング土下座して古文にしてくれって言うから仕方なくそうがーなんですよ。併合後の新聞の一面でですね、これ今も残ってますけれども、これで我々も一級国の国民にやったー、大喜びしてたじゃん大喜び。これらをですね、パヨに言うと理解できずにキョトーンとするか、フリーズしてしばらくすると再起動してまた同じことを言い出します。軍拡すれば戦争強制、同様にここまで言語が違うと話にならないんで一切関わらない、話聞かない、聞く耳持たない。なんぼあっちが話し合いでとか言ってきても
どうせ話になんねえから言語が違うんだね。なので、避けた方がガン無視するか逃げるかの方がいいと思います。というわけで、NHK が大変に嫌がっているNHK デモを明日やります。水分補給に気をつけて、ご参加なさってください。手ぶらでどうぞお気軽に。あとは途中離脱、暑くて気分悪くなった人は途中離脱 OK です。もちろん途中参加ももちろん OK であります。沿道で手振ってくれても、まあ、見物人としてね、してくれても大変ありがたいであります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。